開始後、2010年10月1日から、正式に運行開始された。ゆめウン八代から、八代宮、八代市役所などの市内中心部や八代駅前、朝日中央通りを経由し、麦島地区を結ぶ。運行時刻は平日、土曜、祝日共通で、右回り循環9便と、左回り循環9便の2ルート18便からなる。 麦島地区の路線バス導入は、同バスが初めてであり、2010年9月30日まで運行されていた八大駅前線の役割も、同バスが担っている。また、夢た雲営開催の毎月1日20日や、毎週土日は、バス利用者がとても多く、車内が満員になることもある。2017年10月ダイヤ改正により、 系統番号の新設、運賃、所要時間の見直しを行った。ダイソーに入る、一般路線用ポンチョ八代市地域、公共交通再編実施計画八代市地域、公共交通再編実施計画の、国土交通大臣認定広報八代2017年9月号、P10P11 より阿蘇、小国、高森、 八つダイヤ改正に伴う運行内容について、アーカイブド2017年9月15日、アットザウェーバックマシン。2017年10月1日ダイヤ改正の、ご案内アーカイブド2017年9月18日、アットザウェーバックマシン。ありがとうございます。